はい、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。この時間は、大村ゆり子さんと、鈴木啓太さんが提案する、ポートレートのマンネリ脱出でございます。今回は、夜の、19時から8時15分までを予定しております。今回はポートレートのマンネリ脱出ということで、一度は皆さん、写真だったり、まあ、ポートレートだったり、その写真を撮る上で、なんかいまいちだなとか、なんかマンネリ化してるかなとか、悩まれたこともあるかなと思います。今回はですね、写真家の大村ゆり子さんと、鈴木啓太さん、お二人が考えるそのポートレート感であったりとか、そのマンネリの脱出のヒントだったり、あとお二人が最近ハマっているその撮影の手法などなどですね、このトークを聞けば、おそらく、写真を撮ることがさらに楽しくなるのではないかなと思っております。それでは、お呼びしたいと思います。写真家大村ゆり子さん、鈴木啓太さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご自宅からでありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。すいません、私ちょっと仕事場からいや、お忙しいね。まだ撤収中でちょっと後ろがバタバタしてるんですけど、あんまり気にしないでください。はい、ありがとうございます。この臨場感を持ってこれは逆に家なのでお風呂が沸いた音とか聞こえてすみませんけど、そうなったらそれをいただけるといいですね。はい、それではですね、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今皆さん YouTube でコメントも、いただいている方も、あ、早速いただいてますね。ひろやんさん、こんばんはといただいて。こんばんは。はい、そうこんばんは。なんかチャットで会話できたりしたら面白いですよね。ね。ああ。はい。じゃあ早速、自己紹介、お二人のことについて。あ、失礼いたします。はい、今日の目次、私からご説明させていただきますと、まず最初に私たちにとってのポートレートとは、2つ目は、まあ、誰にでもあるのではないだろうか、プロ写真家が経験したことがある悩みの時期だったり、あと3つ目が、大村ゆり子さん、鈴木啓太さんが提案するマンネリ脱出のヒントとは、そして最後に、最近ハマっている、大村ゆり子、鈴木啓太のポートレート撮影術、最後に、ドクター大村、ドクター鈴木のお悩み相談室、これはまあ Q&A でございますね。になっております。何でも僕も大村さんに聞きます。はい。いやいや、はい、それではまず自己紹介からよろしくお願いいたします。改めまして、大村ゆり子です。よろしくお願いします。すいません、今日は現場からでちょっと後ろから人の声がしますが、あんま気にしないでください。はい、普段はカメラ、まあ、写真を撮るお仕事をさせていただいてます。畑本さんにも時々お世話になっております。まあ、いろいろ撮影してるんですけど、結構カメラ関係のお仕事、カメラ雑誌だったりとかウェブでこうなんかいろいろさせていただけることが多いので、まあ、そちらでご覧いただいてる方が多いかなと思います。はい、今日はなんか鈴木さんとお話しできるというので楽しみにしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では続いて鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、鈴木です。よろしくお願いいたします。実はですね、大村さんと同い年なんですよね。そうそう、あ、これで同い年なんですよ。そうね、いや、そうですよね、本当に。そうそう、学校が一緒だ。同級生なの。そうだから同級生じゃん。失礼しました。プチ同窓会みたいなの始まってますけど。そういう学生時代は1ミリも被ってない。そうですね、被ってない。お互い写真もやってなかったですよね。やってなかったね。そう、同じ大学で同じキャンパス。あとキャンパスが違うんですけど、大学はなんかそうです、そうです。場所がね、キャンパスのなんかいろんな場所にあるんで。そう、そうなんです。場所は違う。うん。すごい田舎のとこにある。牛の匂いがするとか、そういう田舎の山奥。妹がそっちだった。あ、本当ですか。そうか、行ったことありますよ、何度も。はい、あ、そうそう。あだっ広いところ。で、僕もですね、僕はどちらかというと、雑誌がメインになります。雑誌と、ウェブへの記事の投稿であったり、あとはですね、セミナー講師をいろいろとやらせていただく機会が多くてですね、特に、自分でワークショップを、フィルムカメラのワークショップをやっておりまして、それがですね、
今年の9月で4年目を迎えまして、うん、で毎月2回、うん、40人規模ぐらいのフィルムカメラのワークショップをやっておりまして、12月に大村さんにもご出演いただく、そうですよね、お世話になっておりますので、お願いします。はい、まだ申し込みって間に合うんですか？まあ、全然これからですね。あ、これから、はい、いろいろと。そうですよ、大村さんの、書かれたフィルムカメラの雑誌を、あ、そうです、すごい、なんか私言うのもう今出てすぐ出てきちゃう。 ありがとうございます。これをお持ちいただくとフィルムを1本無料でプレゼントみたいな、いいですね、こういう企画もやろうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、なフォトテクニックデジタルとかでちょっと期間連載とかをやらせていただいて、うん、よくオールドレンズの話をさせていただいておりますね。はい、あと理工で講師もさせていただいているという価値で活動しております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。はい、でここで、お二人に共通してるなと私思うのが、お二人とも、写真家でもあり同い年でもあって同じ、大学でもあるんです。ポトレートも、はい、ポトレート撮られていらっしゃるなって、うん、はい、はい、でここでそのポトレートがやっぱり一番お好きだと思うんですけれども、長年ポートレートを撮られてきた中で、改めてそのお二人にとって そのポートレートっていうものをちょっとお聞きしたいなと思っております。こちらまず大村さんからお伺いしてもよろしいでしょうか？そうですね、ポートレートと、なんか一言で言うとなんだろうなって思って考えたのはこれだったんですけど、ただこれ結構紆余曲折した末の今の結論なんですけど、当初はちょっと始めた頃は違ったんで、それはちょっと後で今日のお話しすごく変わっていったんです。今は今ここに書いたんですけど、その人、被写体の方と、撮る私のその関係性っていうか、その2人だったからできたものっていうのがポートレートかなって思ってて、だからその被写体の方が違う人だったりとか、あと撮る人が違ったら、なんかそうならないだろうなっていうのも、なんていうのかな、変えがないっていうか、そう、変わりのないものみたいな風に思ってますね、今は。うん、僕もなんかコミュニケーション、うん、その例えば僕が特定の方を撮影するのと、はい、大村さんが同じ特定の方を撮影するので、コミュニケーションの取り方が違うんで、出てくる絵とかにも全然変わってきますよね。なんか最近に、ようやく最近になって結構長くやってきて思うんですけど、そう、今日分かりやすいのは、その生物学的にね、その鈴木さんは男性だし、私は女性じゃないですか。で、見かけも違うじゃないですか。なんか本当にポートレートってもちろん撮る技術とかっていうのはすごいあるんですけど、なんかその撮る人の、だから自分がどういう感じ、なんか私はこういう感じで女だし、鈴木さんね、こういう感じじゃないですか。でも優しい感じだけど、でもなんかそのこっち側の人格とかもすごい関係あるなと、それ今のその鈴木さんの言ってることと同じこと言ってるんですけど、なんかその威圧感があるっていうか、なんか怖っみたいな人だとちょっとなんか被写体の人が怖ってなってるっていうか、その緊張感があったりとか、表情も違いますよね。そうで、私はなんか緊張感がないんで、人間的になんかこういう感じだから喋るし、なんかヘラヘラしてるから割と緊張感のない絵になりがち、それがいい風に出ることもあるんですけど、なんかこういうところも含めて本当に、人間対人間の話なんで、なんかだから、人柄っていうとあれだけど、いや、そうですね、そうなんですよ、なんか関係あるなって思います、うん、だからちょっとそこまで含めて最近ようやくなんか面白いなっていう思いがありました、し、みんな違う、そりゃ違うさって、そうですよね、同じ写真にはならないですね、ならないね。だから今しちゃったところに戻るんですけど、私とね、その鈴木さん同じ方撮ったら全然違うのに、もちろんその発想も違うんだけど、被写体から見たそのカメラマンの姿も全然違うからね、なんか同じにはならないし、やっぱそこを含めてなんか逆に楽しんでいく、私それに気づかなかったんでずっと苦しかったんですけど、後でしたいんですけど、それ後でいつ頃気づいたとかお話聞けるってことですか？それはまた後の話にしましょう、この後ほど、ね、気づいてからは結構
楽しくなります。楽しいっていうか、なんかようやく分かった感じがします。うん、はい、すいません。まあ、なんか、まあ、まあ、例えばこういう写真っていうのなんですけど、やっぱりなんか、なんですかね、私とはその人だったから、まあ、撮れたのかなっていう、なんかその友達で彼っていうのとはちょっと違うんですよ。別に友達じゃなくてもいいと思うんですよね。うん、で、なんかその、なんていうのかな、仲がいいくあれっていうのもまた違うと思ってて、別に仲が悪くてもいいと思うんですよ。うん、仲悪いじゃんっていうのが映ればいいと思ってて、逆に。はいはいはい、関係性ね、そうですね、確かに。あ、この人私のことちょっと嫌いだなとか、なんか緊張感が、うん、あるなんか信頼されてないとかってあるじゃないですか、多分そ、はい、なんか初めての方とかそう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 、お互いになんかこう、ね、探り探りになるじゃないですか、人だし。私でもそれはそれで嫌いじゃなくて、その感じで、はい、なんか警戒しているみたいなのを撮る。で、あ、めっちゃ警戒されてるっていうのが映って、あ、でもこれは今の警戒されてる関係が映ったんだな、おもろみたいな。やっぱりあの、あれじゃないですか。初めて撮る方とかで、例えば2時間ぐらい枠をもらって撮りますと。その時って、一番最初に撮った写真と2時間後に撮った写真って違いますよね。違いますね。全然違う。でも面白いですよね。人ならではだなって。そうですね。ようやく最近はそういうことを、うん、楽しめるようになりました。ずっと一緒にやってる方はもうなんかそういう感じだし、はい、初めて会う人は初めて会う人だしみたいな。それそれでいいですよね。そう、なんかだから結構そのこういう、ね、ポートレートの話とかってしてると、なんかそのずっと撮り続けて関係性を築きましょうみたいな、それってすごいもちろん大切なことだと思うんですけど、うん、なんかそうじゃなくてもいいんでねって思ってます、うんそうそうそう、もちろん異常情っていうかね、そのなんか慣れた感じにはなるんですけど、なんか緊張感は緊張感でいいんじゃないかな、その最初の緊張感のある写真って最初にしか撮れないじゃないですか。そうそうそう、もうね、そうならないじゃないですか。ならないですよね。打ち解けちゃったりしてお互いの距離感が近くなると、もうそういう写真って撮れないんですよね。そうです。意外とそういう写真って貴重だったり、そうですね、すると思うんですよね。私結構そういう写真も好きですね。あ、ね、なんか、あ、まあそんな感じで、まあこういう写真、これはちょっと本当一部なんです。で、なんか最近はそうですね、だからあんまり性別も問わなくって、別に、まあ私は女性だっていうのあるんですけど、別に女の子も男の子も割と同じぐらい撮るし、まあ最近だとメンズの方が多いかな、どっちかっていうと。もう最近メンズ好き、メンズ好きっていうか。メンズ好き、最近メンズ好きっていうか、メンズ撮りますよ。なんか別にあんまり性別で考えてないんで、そうそう。なんかそう、だから、ね、あの、いろいろ撮って、まあ、撮らせていただいてますけど、まあ一応そういう感じで、その、被写体の方とも私の間柄みたいなのが映せたらいいなと思っていますっていう。これ、小倉さん、ちなみに、はい、これはプライベートですか、お仕事の写真ですか。あ、これプライベートですね、全部。プライベートなんだ。そう、なんか最近結構明確に分けてて、うん、お仕事はお仕事ですごい撮るんですけど、人は、まあ仕事はね、仕事じゃないですか。やっぱり自由にテンプできるわけじゃないし、うん、そうですね。ただまあそのこの後お話しするそのなんかちょっと面白いテクニックっていうか撮り方とかってあんまりできないから、確かに、そうやりたいこととか、あとはまあそのお仕事以外にも撮りたい方っていうのがいたりするじゃないですか、まあ、作品撮りっていうのを設けて、まあ、必ず月にまあちょっとねあれですけど1回とか2回はできたらいいなと思って、まあ そうですね、そのまあ写真です、この辺はちょっと古いのも入ってるんですけど、うんですね、こんな感じです、はいあ、これで大丈夫はい、時間的にあ、まだ喋れるぞみたいないくらでも喋っちゃうんですね後が怖くていや確かに確かに様子見ないと。ございます。じゃあ次はちょっと、はい、鈴木さんの見よう。そう、これね超気になったんですよ。ありがとうございます。どういうことって思って、まあ、深夜の3時ぐらいにこの資料を作ってて、うん、あ、ね、眠いとかって思いながら作ったワードなんで。これどういうことですか。これはですね、うん、大村さんの、うん、ところお話しいただいたところって現実のところなんですよね。
そうですね、はい、で虚構っていうのは、うん、いわゆるなんだろう、まあ、言ってしまえば、うん、新たな関係性、例えばモデルを依頼して初めての人を撮るとか、うん、あとは、ありえないシーン、日常にはないシーンを自分がイメージをして作り上げるっていう。でもありますね、なんかその彼女じゃないけど、うん、彼女、あ、そうそうそう、そういうのも曲じゃない、曲のポートレート大抵そういう意味では虚構感ありますよね、うん、で、うん、ある。一方で僕あの家族写真結構撮るんですよね。ああ、なるほど、そうです、それって現実じゃないですか、うんうん、だからそういうポートレートもあるし、いわゆる虚構の作り込んだポートレートっていうのもあると思うんですよね。なので、どっちもありだと思っていて、うん、でそれが、自分の作風として生きてくれば、うん、やっぱポートレートって結構どん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 面白く、その人と面白くなってくるんじゃないかなっていつも思うんですよね、うん、なるほどね、そういう意味だったんですね。で写真を送ってもらうと、うん、いいですか、うんうん、これどちらかというと虚構の方なんですよね、まあ、作り込んでる。はい、え、一番左のやつはそのちょっととある新しいレンズの試写として、うんうん、まあ、作品撮り含めて撮らせていただいて、僕の場合はこうクライアントさんが結構ですね、柔和というか、まあ、好きに撮ってくださいって感じが多いんですよ、うん、なのでその鈴木さんの世界観で撮っていいですよ、うんうん、みたいな、そういう形でお仕事いただくことが結構多いので、僕は結構、うん、いろいろ好き放題やらせていただいているところあるんですけど、そのうちの一つで撮ったものです。で真ん中のはライフワークというか本当に趣味で撮っていて、これも全然ウェディングの写真ですけど、うん、すごいね、ウェディングじゃないんですよ、この子別に結婚するっていうあれでもない違うんですね、というシーンを作っただけです。でこの虚構なんです、ね、で虚構でもあり、これ現実本当にただ のウェディングフォトって思われる方もいるじゃないですか、うん、かと思う、あ、そうですね、そういうかなあれなのかな、そうそう、虚構と現実のその曖昧なところをポートレートって漂ったりするな、うん、でなんかその面白さっていうのは結構あるんじゃないかな。で一番右側はまあフィルムで撮ってるやつなんですけど、これはまあ僕がやってるワークショップで、うんうん、はい、稲松さんっていう男性をして、うんうん、でそれをこうみんなでシェアし合ったりして、こういう作例が撮れるよとか、うん、いろんなことを教えしているっていうものですね、うんうん、はい、なのでいろんなポートレートの種類があるんですけれども、なんかそれは現実だったり虚構だったり、まあいろいろあるな、僕はなんかそのスタイルが自分好きなので、どっちもこう手広くやっていきたいなっていう感じです、うんうんうん、はい、なるほどなるほど、はい、面白いですね。ちょっとね、私も話したいんだけどね、この後のネタが全部喋っちゃうから徐々にじゃあ関係があるんで、うん、めっちゃ聞いてます、うんうんうん、はい、ありがとうございます。まあ皆さんというかお二人も長い間もう写真撮られていますし、今とてもその人気というか売れっ子といいますか。そんなことない。いやそんな全く。あるかと思うんですけれども、まあそういった中でも、その今のキャリアを築かれている中で、まあ今今回のお題がですね、そのマンネリなんです。なので、その、まあ悩む時期って一度はあったかと思うんですよね。いや毎日悩んでますよ。毎日悩んで。あった。いや毎日あ、まあそうですね、毎日悩むけど、じゃあでも盛大な悩みは一回ありましたね。本当ですか、うんうん。この時のちょっと時期みたいなのもちょっとお伺いできたらなと思ってます。はい、まずはちょっと大村さんから、はい、よろしいでしょうか。うんうん、あ、そうですね、悩み、まあ、ポートレートの悩みって本当に一つだけなんですけど、これがでもさっきの、うん、そのすいません、お疲れ様です。すいません、すいません、気を取り直して、そのなんだっけ、あ、そうそうそう、今のそのポートレート
の捉え方はさっきのあれなんですけど、もともと私も本当写真を始めた頃はフィルムカメラ の店員さんだったの でその頃、まあ、なんか中盤フィルム中盤とかに出会ってしまって、この左のねこのスライドにあるようなこれまあ66、うん、なんかローライトレフとかで撮ってるんですけど、なんかそういうこういう感じの写真に目覚めて撮ってたんです。でなんか好き放題撮るとだからもうその何にも写真のこととか知らないし、もうただただ好きで誰にもなんかそういうなんか習ったこととかなかったんで、本当に好きに撮ると左みたいな写真になるんですよ私本来は。でこれが多分本質的な私のその作風なんですよ。でまあポートレート、まあ、これ私ずっとポートレートだと思ってたんですけど自分の中で、うん、もうなんか、まあ、人写ってるからね。でもなんかそのやっぱりある時、まあ、仕事にね写真をしたいなって思う時があったんですけど、でふと考えたんですけど、やっぱりでもその人仕事で人を撮ってくださいっていうと基本的にはこの左の感じじゃないじゃないですか。で大体その見つかればそのまあプロフィールだったりとかね、まあそういうシンプルなところで言うと、でやっぱりその人の顔とかね、そのどういう感じの方かとかって分かんなきゃいけないし、写真からあとはその技術、その光の感じだったりとかっていうのも全部分かんなきゃいけないじゃないですか。でまあ右のね、いわゆる右のようなまあプロフィールだったらその写真を撮らなきゃいけない、まあこれ今の写真ですけど右は。そこでやっぱりその本当に本来の作風だ、今も本質的に私左なんですよ多分、その本当の本当の、うんうんうん、すごいわかる。そうなんですけど、やっぱりそのそれだけではどうしてもやっていけないっていうか、本当にめちゃめちゃ才能があれば多分左だけでやっていけるんですけど、うんうん、ごく一部ですよね。そうでもすごく難しいし、まあ、ただ自分の考えとしてもやっぱりその技術者、カメラマンって結構職人というか技術者じゃないですか、だからやっぱりそういうなんか技術がないっていうのも嫌だなと思って、うんうん、確かに。そうなんかちょっとできないことがあるのが嫌だなっていうタイプではあるので、なんかあねえやっぱ右の写真はその当時は撮れなかったし、こういう感じのね写真がなんかうん、どうしたらいいんだっていうのがあって、うんうん、でそれでその、まあ、私は写真学校も出てないですし、やっぱり、まあ、写真のお店で働いてはいましたけど、別にそんな、ね、ちゃんと撮ることを学んだりとかってわけじゃなかったんで、まあ、それでカメラマンのアシスタントについて、ついたんですけど、まあ、その私の先生がさっき言ったみたいに、やっぱりその目の前の人とやっぱ自分の関係性っていうのがものすごく大事にする、ある意味その鈴木さんの言うところの、まあ、現実っていうところをやっぱりものすごい大切にする人だったので、やっぱそのアシスタントについてから本当に自分の写真が分からなくなりましたね。本当に左っていうのは分かってるんですよ、本当に左なんだ、はい、なんだけどやっぱそのプロになるためにはそれだけではいけないって言って、うん、右のような写真を、まあ、撮れるように頑張ろうと思ってやっぱりやり始めたら、うん、今はねもう結構明確にこう答えが出てるんですけど、なんか本当にその紙足始めた何年かぐらいは本当になんかえ何これみたいな感じで、やっぱりその先生とかにもなんか全然写真面白くないみたいな感じでめっちゃ言われててそうなんかでも他の人にもなんかちょっと変わっちゃったよねみたいな感じで言われて、あなんか伝わっちゃうんだなって思いましたけどね。そこの苦悩が本当に今もないわけではないんですけど、うん、特に全く見えなかった頃っていうのはすごく辛かったですね、うん、っていう、まあ、悩みの時期っていうのが、まあ、ほんとそこ、だから私は結構後天的にさっきみたいな考え方になったんですよね、うん、でもその中でやっぱり本来の作風をまあなんかその殺さずに、でもやっぱりその左だけだとやっぱり仕事にはならないし、その人がどんな人かって分かんないし、うん、この左の写真見てもなんかいい感じだけどどんな人やねんみたいな、ね、そうそう、プロフィールに、ね、使えるって言って出せよって言われた時、この左の写真たち出せないじゃないですか、彼らがタレントだったら、うんね、アーティスト写真とかだったらいいかもしれないですけどっていうのでね、そうその右に、でもちょっと本来作風を、まあ、殺さずに、でもやっぱりその私の写真 2.0 じゃないですけど、だからそこに、うん、そうですね、まあ、最終的にはなったと思ってはいるんですけど、ここが大変でしたね。でもやっぱもう撮るしかなかったし、そのなんかブレイクスルーがあったのは、ブレイクスルーって言ってるのは、あ
自分の写真で右側のこの潜在写真的なものが撮れるようになったっていうのは、なんかこう明確に分かったりしたんですか？なんかこう徐々に徐々に、あのね、徐々にだと思います。自信がついてって、ある日ハッてなったわけではなくて、うん、やっぱりすごいそういうのを大量に、今もすごくプロフィールの仕事とかってめちゃめちゃ多いんですけど、なんかそういうのやっていく中で、あ、なんかこれでいいのかなって思えた時はなんとなくあったんです。なんかでもこれはなんかきっかけになる撮影があったわけではないんですけど、なんかだんだん時期的に、あ、なんかその本来の作風、あ、そうですね、なんかそのどうして悩んだかっていうと、私はその本来の作風を殺さないといけないと思ってたんですよ。はいはいはい、殺さないと思ってたんです。はい、違うじゃないですか。うん、違う。これをや諦めてっていうかそう、これは心のどっかに住んでるんですけど、うん、その合体させるっていう発想がなかったんですよね。うん、はい、一か八かじゃないけど、なんかこっちかこっちかみたいな、白か黒みたいになったんで。でもやっぱりその現実、まあ、鈴木さんの言う現実っていうところだけにはいけなかった、いけないって思ったから、すごい苦しかったんだと思う。でもなんか融合させるっていう技があるっていうことに最近技っていうか、っていうことがありえるんだなっていうのを気づいて、良くなったっていうか、でも最近は言われます。だから師匠とかにも最近の写真はいいって言われる。ちょっと前のはみたいな感じなんですけど、うん、のが悩みです。いや、面白いですね。いや、本当にすごい辛かったですね。だから何のためにやってるんだろうって、本当一時期 2,3 年間ずっと思ってましたね。撮ってもなんかやっぱり自分でも違うなって思ったし、なかなか聞けないですね、こういう話。うん、いや、これはね、大変でした。ただそのこれ、あ、まだ話してて大丈夫大丈夫です。そろそろ、はい。ただね、話が若干それるんですけど、どうしてその本質の作風を捨てずに済んだかっていうのには、はいはい、でまあ、ポートレートはもちろん撮るんですけど、鈴木さんもそうだから言いますけど、うんうん、スタッフもめっちゃ撮るんですよ。ポートレートも好きなんですけど、うん、別にポートレートオンリーだじゃないんで、その個人的にはでそういうですよ、ね、人じゃないものっていうのも全然好きで、うん、そっちは別になんか誰に何を言われるとかもなかったし、仕事にもあんまりそこがどうっていうのは関係がなかったんで、その本質のままいたんで。でもそれが本の流れとして自分の中であったんですね。ポートレートはなんかなんだかわからん、なんだかわからんってなってたんですけど、こっちのスナップのはなんかずっと自分らしいものだった。でも私の多分本当の作はこっちなんじゃねっていうのがずっとこう言ってくれたんで、なんか最後はこう融合みたいな、うんうん、慣れたんだと。これもうスナップ撮ってなかったらちょっとやばかったかもしれない。そういう意味だとこれはもうご自分の、そう、あの本来はそれで、まあ、そのデジカメになっても基本的にはその感じの写真なんですよ、うん、あのスナップっていうのは、ね、そうですよね。ご自分のがいっぱい出てるなと思って。ありがとうございます。そう、だからそれは本当私らしいなと自分でも思うんですけど、うん、やっぱりそれ、うん、があったから、だから本当ポートレートだけってなってたら本当に大変だし、もうやってなかったかもしれないですね、そしたら今なかったかも、ここにっていう話に落ち着く。はい、すいません、なんかごちゃごちゃしましたけど、一応その本来がこういう写真なんだけど、プロはそれだけではやっぱりやっていけないんで、やっぱり勉強を始めたら分かんなくなったっていう話です。非常に面白い。そうですね。あ、そうですか、よかったです、ありがとう。プロを目指す方とか、うん、ぶつかりますよね、こういうの壁に。そう、ぶつかりますね。なんか本当にまずなんかピントが合っているかみたいな話じゃないですか、まずは。まずはね。とかね、そのなんかあと顔の話とか、あと髪の毛にハイライトを入れるとか、細かいところですね。の髪ね、顔が平坦な人はどうするかとか、うん、みたいになんか頬骨出てる人はどういうライティングすればいいかとか、なんかそういうことをやっぱりちゃんと知ってプロは取らないといけないですから、うん、なんかそういうところですね。はい、はい、ありがとうございます。悩みです。悩みでした。はい、YouTube のコメントのところでですね、ヒロヤンさんから、はい、コメントがあります。あ、はい。はい。視線をもらう場合と視線をもらわない場合のポートレートとしての違いは何だと思いますか？おそらくこの今 の, あのお見せさせていただいている右側の画面が視線をいただいている。そうですね。あんま深い意味はなかったんですけど、これの。そう。でもやっぱり私昔撮ってる写真は視線があるもの極端に少なかったですね。うん、視線があるだけで写真が違うってことはないと思うんです。視線が向いてなくてもその人がこっちを見てるっていうことはあると思うんです。なんだけどやっぱり、まあ、物理的にもこっちを見ていない写真が多かったですね、昔は、うん、はい、
ていう話で、まあなんかその別に差はないと思いますよ。その目線が来てるから素晴らしい関係みたいなのはないと、うん、そう。でもまあ分かりやすいですね、うん、でも視線があるなしとかって、うん、そう、ちゃんとまあお互いに意識してるかっていうのは確かに出るところではありますね、視線っていうのは、うん、でも別にいいんじゃないですか、全部もらってもね、組めないし確かに、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて鈴木さんお願いいたします。はい、僕はですね、大村さんとはまた対極にありまして、いや僕は、うん、あのそういった大村さんのようにアシスタントから、しっかりしたものを学んで、そういった洗剤を取るっていうことはやってないです。で僕はやはりあのいろんな、勉強会で講習にすごい通って、うん、で技術を偉い偉い利用して、偉い偉い、あ、なんかこういかがわかんないじゃないですか自分で、すごいすごい、あ、でそれでこう自力をつけていった形なので、多分今お聞きになってる皆さんに近いと思います、うん、で、そんな中でまあいろんな賞を取っていって、いろんな編集部にちょっとお話をさせていただく機会があって、じゃあうちでなんか記事書いてみないかとか作品載せてみないかみたいな話からこちらの世界に入ったんですけども、僕の場合はまず第一にその自分の武器みたいなのを見つけたかったんですね、うん、っていうのはあの無数にカメラマンがいる中で何らか輝くものがないと埋もれちゃうなと思ったんです。いや本当ですね、うん、でその中でじゃあ何かっていうと、僕はオールドレンズっていう選択肢に至ったんですね、うん、それがこう今画面の左側の中ちょっと変な緑のバリアが出てる、うんうん、まあ、感じの絵とかなんですけども、うん、こういったものを主体で撮っていたり、まあいろいろフレアとかゴーストとかそういったものを駆使しながら写真を撮るっていう自分のスタイルを確立はしたんですけれども、まあ、その回もあってオールドレンズに関わるお仕事をもらえることが多くなりました、うんうん、はい、で、そういった時に、クライアントの方、依頼者の方が、鈴木さん、オールドレンズで、まあ、いつものようになんかフレアとかゴーストガンガン出してくってくださいって言われるんですけど、いやなんか僕そんなガンガン出すのも結構難しいんですよ。難しいですし、このレンズで出してって言われても出ないし、みたいな、そういうものがあったりとか、いや、自分はもうちょっと落ち着いたものが撮りたい、みたいなこともあったり、例えばオールドレンズだけじゃなくて、現行レンズとかも、そもそも写真が好きなんで、うんうんうん、いや、普通のレンズも使って撮ったりもしたいんですけど、みたいなのがあるんですけど、結構求められるのが、そういったオールドレンズとか、ちょっと派手な写真を求められることが多いので、効果を出せ、うん、本当はいや、そう言われてもなかなか難しいんですけどねみたいなので、結構ギャップに悩んだりすることはある。だから大村さんがおっしゃったように、大村さんの左側の写真を撮りたいなっていうのはやっぱ常々あって、もうオールドレンズでこういうやつは全然嫌いじゃないんですけど、やっぱお仕事っていうのが入ってくるとなかなか自由も利かないですし、どう表現していいか悩んだりもするっていうのがよくありますね。はい、なのでやはり、ギャップっていうのは必ずあるので、うん、まあ、そうですよね、うん、やっぱりその本当にやりたいこと、取りたいものと全部の仕事が一致してるっていうのはないんじゃないですか、ね、ますけどね、はよっぽど超天才作家とかじゃないとないと思う、うん、何々さんの作風でいいんで、もう何でもいいです、何でもいいですみたいな、それはでも本当すごい、そうですよね、素晴らしいことですけど、うん、自分はそうはなれないなっていうのは結構早めに気づきました。あ、作家性を買われるっていうのもすごいですよ ね、そうですね、うん、大変ですよ作家さんも、うんうん、なるほど、そうです、いやめっちゃわかります本当に、やっぱり大村さんと同じように
僕平日その仕事の撮影じゃなくてももちろん写真はたくさん撮るので、それがなんか息抜きになるというか。そうですね、でもなんかそう、趣味が写真なんだと思う、ね、なんかそれでよかったなって思います、本当に僕もフィルムカメラが大好きなんで、フィルムをこう、ね、巻き上げてシャッター切るだけでも結構ストレス解消に、そうですね、ね、なったりするので、普段ね、私はもう仕事だとほとんど使わないんで、フィルムカメラを。そうですね。うん、そう、やっぱり好きなんで、仕事とはもう関係のない趣味で。はい、でも本当自分を保つためっていうか、本当の自分を忘れないみたいなので、大事だなと思いますね。そうですね。間違いないです。はい、こんな感じです。はい、お二人のもう本当に深いところを聞けて、ありがとうございます。今日のお話。悩み。ちょっとコメントをいただいているので、ちょっとこちらは、はい、ケイタさんに向けてですね、はい、ちょっと読み上げさせていただきます、はい。ポートレート撮影時の認識のすり合わせについて、ケイタさんのおっしゃる虚構のポートレートを撮影する際、モデルの方とはどの程度世界観の共有やポージングのイメージ等をすり合わせていますか？これだけは必ずしてるといった内容があればお聞きしたいです。ああ、わかりました。ちょっとスライド戻っていただいたりできます？はい。左を例にとりますと、これはこういうことをするっていうのを 100% 伝えてますね、まず。100% 伝えないと取れない。まず着物でお願いします。で、ヘアメイクも入れます。で、なんかインパクトのある和風の写真が撮りたいぐらい落ち着いていて、そうです。で、これって何に使うために撮ったかっていうと、パリで展示をすることになっていて、実は海外で。海外の展示、そのジャポニズムっていうテーマがあったので、その日本のこの大正時代というか、幕開けのようなイメージで撮影をしたいなっていう漠然としたというか、まあ、ある程度のイメージがあったので、それをもとにモデルさんに共有をして、こんな雰囲気で撮りますっていうのだけ固めました。で、撮影は僕は結構偶発的なものというか、その場で、得られるインスピレーションみたいなのを大事にしたいので、8割ぐらい型を決めて、2割はその場の雰囲気でポージングだったりとか、そういうことを やるタイプです。で、真ん中も同じように、ウェディングではないんですけど、ウェディングを模した、ストリートフォトみたいなのを撮ろうっていうのを決めて、で、まあ、ドレスとかも用意してもらって、まあ、指輪とかも用意して、シチュエーションを考えて、ロケハンをして、いろんな場所でこういう可能性が、ウェディングなんだけど、ウェディングに見えないような、そういったシーンを、撮るようなことを事前にすり合わせをして、やっぱり8割ぐらいすり合わせた後に2割ぐらいはラフ撮ってるって感じですね。はい、答えになっていれば。なるほど、なるほど、うん、ありがとうございます。あんまりこういうのね、お話聞く機会ないから、みんなどうやってんだろうみたいな。ゼロだとこの2つは撮れないじゃないですか。まあ、そうですよね。聞いてないってなる。そう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 、ドレス持ってきてないって。揉めます。はい、ということで、ひろやさんのコメントをピックアップさせていただきました。では、続きに参りますね。はい、というところで、まあ、お悩みも昔まあ、今もなんですけれども、あったという中でも、まあ、マンネリという特定の、中で言うと、まあ、脱出というか、そのマンネリ脱出のヒントというものをちょっとお聞きできればなと思います。はい、まずはちょっと、マンネリ、そう、はい、すいません、なんかこれ、なんかこれね、思いましたか。いる、まあ、あんまりマンネリだなって思ったことないんですけど、自分の写真に。はいはいはい。うん、なんですけど、まあでもやっぱり、年取ってくると、なんかやっぱり、責めることを忘れていくんですよ。なんかの方がやっぱり、なんか積極的に新しいことやろうと思ってたなみたいな。今結構なんか、ああ、なんかちょっとそこを怠ってる時があったり。わかる、すげえわかる。なんか、ね、嫌だ、年のせいにしたくないけど、
で、なんかやっぱ守りに入るんだな、人間みたいな。うん、それやっぱ嫌なんですよね。嫌ですよね。そう、私は、まあ、ポートレートに関しては、まあ、いろんなも、ね、技術をやそう、ただね、マンネリ化しない一つの、まあ、ありがたい要因として、うん、多分鈴木さんもそうなんですけど、まあ、機材のお仕事も結構させていただいてるんですけど、はいはいはい、まあ、カメラだったりレンズだったり、まあそのね、他いろいろストロボだったりありますけど、うん、なんかそういうお仕事もさせていただいてて、そういう時ってなんかこの新しい機材とかをね、こうちょっと触れさせていただくことになるじゃないですか。私それがめちゃめちゃそのいい仕事になってるっていうか、これだったらじゃあ何ができるのかなとかすごい考えるじゃないですか。うん、なんかそれがすごくなんかそのある意味、まあ、マンネリを防いでいるっていうか、たまになんかそのレンズは使ったことがないぞみたいな。いや、ありますよね。でもそれはすごくありがたくて、だから逆にそういうお仕事は積極的にさ、ね、お話しいただいたらぜひって感じなんですけど、うん、なんかあこんなことができるのかとか思ったりするんじゃないですか。うん、まあそういうのがあって、まあ、あんまりそうマンネリって思わないんですけど。あ、その話戻ると、ポートレートに関してはここのね、スライドに戻るんですけど、やっぱりでもそのなんかモデルさんの好みとかって言うてもあるじゃないですか、作風っていうか、うん、とかもあるし、私はなんか結構、うん、なんか一般的には多分結構なんかナチュラルめっていうか、あまりこうなんかこう作り込んだような印象っていうのは多分皆さんないと思うんですけど、だったらなんかその普段あまりね撮影しないような方とかとご一緒してみるのはいいんじゃないかなと思って、うん、そう、最近なんかギャルを言ってましたね。ギャルめっちゃ楽しいんですよ。あ、そうなんですか。そう、でもギャル正直だから、そう、なんか好きとか嫌いとかもすごいめっちゃ言ってくれるし、純粋ですね。そう、なんか結構モデルさんって奥ゆかしいから言わないじゃないですか、あんまり、うんうんうん、なんか言わなくてもいいですねとか言ってくれるじゃないですか。ギャル厳しいんだよ、なんかこれ良くなくなくないみたいなこと言われるそうです。これ漏れてないんですけどみたいな。あ、ごめんねみたいな。めっちゃいいですね。いや、なんかそういう風に言ってくれたりとか、あとはそのね、なんか似合う雰囲気とかも違うし、ライティングもなんかその私の妹もギャルだからそうなんだけど、そうなんですよ。自然光でなんかナチュラルな感じとかめったに似合わないんですよ。森とか行くともうなんか浮いちゃうのね。だからなんか、で、まあ、この方とかもやっぱその結構やっぱギラギラした感じ、逆にそのなんか黒髪美少女みたいな人があんまりなんか似合わないようなライトが逆に似合う。確かに、うん、右側とかのお写真ですね。左は一発で、そう、右はカラーフィルターで後ろ色つけて黄色と、で前はなんかピーソフトっていうなんかオパライトみたいになるんですけど、うん、なんかそういうでも強いピーソフトもすごい強いんですけど、光がなんかそういうのも全然似合うし、うん、あ、なんか面白いなって、まあ、これね、ヘアメイクさんと一緒にやってるんで、メイクもちょっと強めにしてもらってるんですけど、なんかすごいこうカラーフィルターとかも、まあ、好きなんですけど、仕事とかあんまり普段そういう使う仕事ってそんなにない、うんうん、そうですね。そう、だからすごく楽しいし、あとなんか黄色とかもなんかそんなに使わないじゃないですか。黄色使わないですねみたいな。でも黄色がめっちゃ似合って、まあ、メイクが黄色とグリーンっぽい感じで作ってもらったんで、あ、なんか白いのを入れようかなみたいなっていうので、なんかすごく新しい発見が、まあ、関係性もそうだし、まあ、技術的にもやっぱりその似合う光って、あ、ね、男性っていう話さっきもしましたけど、うん、男性はやっぱりまた女性と似合う光が違うじゃないですか、はい、ね、まあ、要は造形が違うんで当たり前なんですけど、そうそう、だからなんか男性とかもね、普段女性ばっかり撮ってるぞっていう方は撮ったりとかされると、うん、そうそう、また違う光、なんか純光ってこんなにかっこいいんだとか、なんか逆光とか使いがちじゃないですか、女性だとパッとしちゃうみたいな、でも純光でもね、男性だと結構しっかり顔出たりするし、うん、いいぞみたいなあるから、そういう、まあ、話そうまとめると、普段撮影しない方と結構ご一緒するっていうのはなんかいいんじゃないかなと思ってます。いいね、私も普段はそれはすごい意識して、うん、結構いろんな方にと一緒に撮影をしたいなと思う。やっぱ女性ポートレートばっかり撮ってる人は男性を撮ったら面白いですよね。男性はね、本当全然違うんで、うん、やっぱり逆に純光でふわっとするとちょっと気持ち悪くなっちゃったりするんで、だからやっぱその男性だったら男性向けの撮影をしなきゃならなくなるので、そうそうそう、全然ね、多分すごく勉強になると思う。なりますよね、なんか、うん、硬いライティングを覚えたりもできるし、そうとか、あとなんかレンズとかもなんか結構後ろぼかし、なんか長玉とか使いすぎるとなんか変だし、逆、うん、にちょっとね、なんか非広角とかの方が良かったりとかもあるから、うん、なんか全然違うし、私はだから好きですね、男性の撮影、うん、確かにね、っていう、はい、すいません、ギャル、あ、新しいアプローチ、ギャル撮ってるんですよ
知りませんでした。はい、次に撮影したい被写体とかあったら、はい、次に撮影してみたいとか、撮影してみたい人ですか、うん、なんだろう、ギャル以外ヤンキーとかあとあれですね、おじいちゃんおばあちゃんを、なんかその仕事だとあるんですけど、なんか柵取りみたいなちょっと新しい形でできたらいいなって思います、うん、あれヤンキー、そう、あ、大丈夫ですか、なんか年齢もねやっぱりでやっぱ違うし、やっぱどうしても自分と同等か、まあ、この辺のゾーンの人が多くなっちゃうんで、やっぱりモデルさんも、なんかそれ大幅にそこをなんかこう超えたったり、まあすごい下でもいいんですけど、キッズはねでも仕事だと結構あるんで、なんか、はい、おじいちゃんおばあちゃんあんまないですよね、うん、とか気になりますね、うん、こういうの撮りたいな、おじいちゃんおばあちゃんの手のシワとか撮りたいですよ、そうとかやっぱり顔のね質感も違うし、シワを、まあ、出さないのかすごく出すのかみたいなのも多分違うし、そうそう、なんかまた若い方とはね全然ちょっと撮り方もよく見える、なんかそのシワを消せばいいもってもんじゃないじゃないですか、その人のところに出てきたね、なんか証が打てた方がかっこよくなったりすることもあるので、なんかその辺をねいろいろまたできたらなとは思って、はい、うん、はい、両曲ですね、なんかコメントを今いただいてるのが、うんうん、デコトラの人ですかね、デコトラいいですね、デコトラの運転手でトラックでかいからな、でもトラックと一緒に撮りたい、いやかっこいいですね、うん、デコトラ女性のねデコトラの、うん、さんとかも普通になんかあの夜高速とか走ってるといますよね。もう小さい頃デコトラ好きでデコトラのミニカー一発集めてました。うん、そうなんだ。キラキラしてかっこいい。デコトラめっちゃ気になりますよね。うん、気になる。すげえ好きっす。あ、いいですね。ちょっとデコトラも覚えておきます。はい、リストの一つとして。ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、鈴木さん。はい、普段使わないです。僕、このマンネリに関しては、いろんな打破の方法があります。そうですよね。むちゃくちゃある。むちゃくちゃあります。だから、マンネリは、マンネリしないってことは、マンネリしちゃうってことは、新しいことにチャレンジしないだけなんですよ。うん、だから、もっと視野を持って、いろんな新しいことにチャレンジをする。で、解決します。まず。結論がそれです。で、そのアプローチの中の、そこにたどり着くアプローチの中の一つに、まずは普段使わない機材を使ったりするっていうのはあり得ると思います。うん、で、僕の一例を話すと、ポートレートに関しては、僕はオールドレンズを主体でポートレートは撮るんですけれども、やっぱなんかこう、飽きてきちゃうんですよね。フレアートがゴースト、いや、仕事でもフレアートがゴースト出しなさいとか言われるんですけど、疲れてしまうんです、フレアートゴースト出しすぎて。フレアゴースト疲れみたいなのになっちゃうんで、そういう時に電光レンズを使います。そうすると、まず写りが全然違うので、そうですよね。そう、いや、原稿すごいなってなって、原稿使って、いや、すごいって思って、原稿もなんか面白くなくなってきたなって思った時に、オールドレンズを使うと、オールドレンズすごいじゃんってなって、永遠にそれ楽しめる。あ、でも分かります、なんか、あれですよね、ケーキ食べ放題におけるそうそうそう、チップスとケーキ、はい、そう、しょっぱい甘い、しょっぱい甘いみたいな。時々ナポリタン挟むみたいな。そういう感じ。そうですよね。そういう感じです。分かる、すごい分かる。永遠に食べられるじゃないですか。やるから、どっちの良さもね、別にどっちが悪いとかでもないから、はい、ね、ありますよね。っていうのと、あとは、フィルムを使うのは僕は大いにありだと思っていて、うんうん、ちょっとコストはかかりますけど、例えば今だったら、現行のレンズが、オートフォーカスするフィルムカメラとかっていうのもいくらでもあって、うん、吹きますもんね、だって私も EOS7 とかにつけてますもん、はい、現行レンズをこれEOS キスなんですけど、キス5、うん、例えばこれにこのこれですね、タムロンさんの今一番新しい 35mm、 あ、いいやつだ、そう 1.4、 これがめちゃくちゃ良くて、これオートフォーカスが効いちゃうんですよ。だから例えばレフ機で機材揃えちゃってる人とかでも、そうですよね、レンズマウントし
台でね、つくやつありますからね。こうやってボディなんて5000円ぐらいなので、きつく買いますね。かわいい。そうです、そうです。一発買ってみるだけで、作風がもう変わっちゃうので、そういう意味だと、新しいことにチャレンジをするというのは、マンネリ打破の一つの、まずアプローチの方法。で、もう一つ。ですね、ちょっと書いてないですけど、非常に重要なことを言うと、あれです。いろんな人と一緒に撮影をしに行くっていうのは、めちゃくちゃ刺激になります。ああ、なるほど。で、僕がお勧めしたいのは、僕、まあ、大村さんと、まあ、僕もそうですけど、ある程度こう経験をしてくると、凝り固まっちゃうじゃないですか。自分の好きなのはこれ。自分の撮影方法は大体この感じ。みたいになっちゃうんですけど、写真を始めたて、特にポートレートを始めたての方とかと一緒に撮影に行くと、その方とかって何が正しくて何が間違いっていう観点があまりまだないので、うん、こっちからすると、それってやらなくないっていうのを普通にやるんですよ、ガンガン。なるほどね、うんうんうん。それがこっちとしては新しい刺激というか、新鮮に映って、あ、それも、ありかな。で、例えばこの右側のウェディングの写真、うん、僕もこうライティング結構勉強してから、ライティングってなんかオフストロボとかオフライティングが正義みたいなのが一時期あったんですね。なのでちゃんとこうライティングを組んでオフストロボにして、ディフューズさせて撮る、で美しく撮るみたいなのが正義と思ってたんですけど、なんかフィルムカメラとか使うと、そういうのってなかなかできないですよね。なので、うん、結構直当てストロボバチョーンなんですよ。ただそれって、うん、僕結構敬遠してたんですけど、この写真見るこれストロボ、内蔵ストロボ直当てバーンなんですよ。でもこれはこれでかっこいいんですよね、うん、だからそういうなんか自分が勝手に貼っちゃってるレッテルみたいなのを、いろんなこう人と撮影に行くことでそれを剥がしてもらえたりするんですね。だから先入観とかこれはダメよっていう、なんか自分の中でなぜか知らないけど芽生えてしまったそういった NG 項目をガンガン打ち消してくれるので、そういうような方と、特に若手でなんかいい写真撮るなこの人とかっていう方とご一緒させてもらったりすると、むちゃくちゃ自分のプラスになります。なるほど。いや、めっちゃ心が痛いですね。いや、俺はねちょっとあの一緒に写真悔しくなりますよ。はい、わ、それめっちゃいいなとかってありますもん、うん、基本ソロプレイだから。ああ、偉いです。ギルド入ってチーム組みます。おっしゃる通りだなって思って。はい、ね、そうですよね。ちゃんと他の方のキャラの刺激が大事だと思う、うんうん、特に、本当若手の方とかはめちゃくちゃ刺激になります。いいですね。そうだよね、うん、本当。しかもなんか高いレンズとかも持ってたりしないので、うんうん、その1本買ったレンズを大事に使ってそれで何とかしようとするんです。だから限られたものでネットからこう情報を集めて、こういう例えばエモい写真を撮るにはどうすればいいんだろうとか考えに考え抜いて、例えばフィルターをかけたりとか、なんかペンであのフィルターを塗ったりとか、なんかいろいろやってるんですね、試行錯誤。それがこうなんかこっちは答えが分かってるじゃないですか。なんですけど、そういった試行錯誤をしているっていうところが、まずこちらもこう勉強になるというか刺激になるし、いや結構やってほしいですね、僕は。すぐ盗みに行っちゃう。悲しいです。なので普段やらないことを やってみる。普段行かない人と撮影に行くとか、普段使わない機材を使うっていうのは非常に大事。めっちゃそれ私に当てはまる。なっちゃいますよね。そう、ソロプレイでレベルが上がってきちゃうと、もうなんかソロでいけるやみたいになっちゃう。いや、そうなんですよ。なんか、うん、でもそうですね。そう、あと冒険始めたてをね、思い出した方がいい。うん。本当ですね。いや、そうです。いや、うん、はい、はい、そんな感じです。すごく貴重な話ありがとうございます。今見ている方大体まあ50名ぐらいいらっしゃるんですけど。ありがとうございます。ありがとう。参考になる話だと思います。まあ、その中でもですね、うん、はい。
取られている中でも、まあ、これハマっているよっていう、まあ、撮影方法があれば、もし見ている人にもさらにね、あ、こんな撮り方あるんだっていう、まあ、一つ既成概念が壊れるといいますか、その新しく情報が入ってくるっていうのはすごく大事なことだと思ってます。なのでちょっとお二人には今撮影されているそのポートレートの手法みたいなのをお伺いできたらなと思います。はい、はい、じゃあまずはこれ。ああ、すごいですね。最近はもともとね、ストロボは結構使うんですけど、うん、最近はまあ、ND フィルターだったりとか、そういうものをですね、結構使って撮影をしています。で、これは、モデルさんが、なんか、あ、そうそう、あ、ちょっと話先に言うと、うん、昨日かな、パトオトさんの YouTube のチャンネルの方に、なんかその、クリッポンストロボと、あと ND フィルターとか、うん、まあ、いくつかのそのフィルターを使って、まあなんかカラフルなね、感じの写真を撮ろうっていう動画がアップされていて、まあよかったらそちらをご覧くださいなんですけど、そこでもこれご紹介してるやつなんですけど、うん、実際にその撮っている風景が気になる方はそっちをご覧いただきたいんですけど、モデルさんになんかね、光るグローブっていうのがあるんですよ。グローブがあって、それをこうやって動かしてるんですよ。で、それで、クリッポンストロボに赤いフィルターをつけて発光させてるんですけど、それで撮ると止まっちゃうじゃないですか、手が。はい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 、で、こういうなんか、せっかく色ついてるの、この軌跡を出したかったんで、その ND フィルターをね、この、こういう、あるじゃないですか、レンズにつけるやつを。これをレンズにつけて、で、ちょっとそのスローシャッターにしている。1秒とか2秒開くように。これつけないと、やっぱり、そこまで開けられないから、LED をつけて、まあ、減光して、で、ちょっとその分シャッターを長く開けて、その開いてる分、こう、動きを出すようにする。あと、まあ、アトマックシンクロっていうやつをやってるんですけど、アトマックシンクロにして撮って、で、まあ、色は赤い。カラーフィルターをつけたストロボを光らせてるんだけど、なんかこういう感じになるっていう。で、光るグローブがこう動いた分だけビューンってなってる、ちょっと不思議な、なんかマジシャンっぽい感じになったんですけど、これやりたくって、なんか光るグローブっていう、まあまずね、でも光るグローブありきだったんですけど、この発想はどっちかっていうと、これだから光るグローブを知らないとできないんですよね。NDのことですか。光るグローブ、あ、売ってんの、アマゾンで売ってるんですよ。プライム1000円ぐらいで売ってる。いや、いいですね、買おうか。で、なんかそのチカチカね、しかも色が変わるんですよ。これ色変わってるじゃないですか。あ、そうか、だから。ビデオとかじゃないで、なんかチカチカチカって変わるんで、それをこう押さえてるんですよ。なんか光らないとこうなんないから。ね、長く露光させることで、色の変化を映してるってことですよね。はい。店さんはパッと、まあ、ちょっと動いてるんだけど、よく見ると。っていうか1秒とか2秒ぐらいだったような気がします、うんうん、っていう、まあ、ND とそのクリッポンのとカラフィルターの合わせ技で、最近はこれ結構色つけたりして、あと動き出したりっていうのが結構好きでやってますっていう写真です。はい、詳しくは動画をご覧ください。はい、はい、これは以上です。はい、こちらもそう、これも同じ時にそのこちらも動画の方で載ってるんですけど、これはねまたちょっと違って、クリッポンストロボでライティングはしてるんですけど、後ろになんか黄色とかマゼンのライトがパーンって来てるんですけど、で、後ろになんかちょっと薄い布みたいなのがあって、まあ、それ越しにライトがこう当たっていくんですけど、これだけ普通に撮るとですね、なんか結構奥行きのないなんかぺったんこな写真になっちゃうので、少しその無理やり奥行きを出すために、これはまあ西さんのなんかグラデーション ND っていう、こういう風景とかに使うんですよね。風景とかで本当はよく使われてるやつで、空だけねちょっとこう変更する、飛ばないように、真ん中でこう、そう分かれてるんです。これを2枚あるんですけど、これをですね、レンズの先に2枚装着してですね、そんなことできることができる。これ、ね、多分本質的な使い方じゃないんで、ちょっとあれなんですけど、要はこういう状態にしてるんですよ、レンズの前で。で、隙間を作ってるんです。で、さっきの写真に戻っていただくとですね、そう、この隙間、この黒いものがあることによって、右の写真が分かりやすいんですけど、右の、しかもこれ、クローズアップをつけて、寄って、さらにこのレンズの前にこれをつけてるんです。すごいな。
顔の左の方ちょっと黒くなってるじゃないですか。これね、ちょうどこの隙間のここの部分が映ってるんですよね。あ、そうなんですね。そう、だから黒でこう締めることによって、なんかね、ちょっと奥行きを出してるんです。これね、ないと全然なんかぺったんこな、なんか普通にカラーフィルターで撮りましたねって絵になっちゃうんですけど、グラデーションのジーンのちょっと反則的な使い方で、こうすること、左の絵もそう撮ってるんです。ちょっとね、黒く落ちる。ただグラデーションなんで別にそこが黒く真っ黒になっちゃうわけじゃないからこう見える、うんうん、ちょっとこうなんか黒っぽくなる。でこうなんか奥行きが出ているように見える。これちょっと不思議技なんですけど、うん、なんかある時これを急に思いついたっていうか、まあ人のを見てて、あこれをやってみようと思ったんですけど、でそれで撮ったものです。はい、右は私の大好きなクローズアップレンズ、レンズっていう名前だけどフィルターだけど寄れるやつですね。そうそう、これ、うん、こういうフィルター、ちょっと分厚いフィルターなんですけど、なんかフィルムカメラとかよくありますよね、クローズなんか、まあそれのなんか、まあ、これはデジカメのレンズにつけてるんですけど、すごく寄れるように、寄れないレンズが寄れるようになるから、これをつけてさらにその先にうちフィルターをつけて撮ってる。そう、ちょっとモリモリなんですけど装備が。まあでもね、そういう新しい機材があるとなんかちょっと普段と違う写真、私結構右の写真は好きなんですけど、本当全然なんか普通の壁のあるところで普通っていうか、うん、そんなにこう広いところで撮ってるわけではないです、うん、あとはカラーフィルターとストロボあるとね、結構こういうのもできるので、うん、最近はこういう撮り方にハマってます、うん、はい、そうですね。あれ、あとまたあとなんかありましたっけ、もう一個あったかな。あ、そう、これもこれはクローズアップで、とこれはギャルをギャルを寄ったんだけど、クローズアップつけると本当このぐらいバッて寄れるんですよ。これはあのオータスっていう私の好きなレンズで、オータスの 55mm でもオータス寄れないんですよ、基本的には。あれ、そうなんでしょうっけ。全然寄れない、こんなに寄れない。そうだからオータスに 77mm 系なんですけど、それにさっきのクローズアップレンズというのをつけて、このぐらい寄ってます。なんかやっぱりクローズアップ使うと、まあ、もちろん寄れるし楽しいぜっていうのもあるんですけど、まあ、写真こうやって並べた時にね、さっきの男の人の写真もそうですけど、すごい寄りとかちょっと引きだって、やっぱなんか写真組んだ時にリズム出るじゃないですか、めっちゃ寄りある、うんうん、確かに。なんかそういう意味ですごい好きで、でなんかめっちゃ寄りたいっていうわけではなく、どっちかっていうとそのなんかリズムを出すみたいな意味ですごい好きですね、クローズアップ。だから本当に寄れない私の大好きなレンズがついに寄れるようになったみたいな。あ、すごいですね。っていう感じですね。今めっちゃ使ってます、本当に。はい、なんでクローズアップ、今更だけどクローズアップ楽しいなっていう感じです。そんな撮り方をしています最近は。はい、すいません、以上です。あ、モデルさんね、ありがとうございました。こちらに出させていただいた4名です。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、続いてこちらの写真。あ、僕のですけども、僕も結構いろいろやりますと。で、なんか鈴木さんはね、いろいろやってるイメージある。いろいろですね。いろいろなんかいろいろやりながら自分のメインにこう集約させていくみたいなところがあるんで、いろいろやります。とりあえず。で、これは、なんか最近、ファッション業界にもかなり流行ってると、戻ってきてるのかな？なんか昔も流行ってるんですけど、また流行り始めた、いわゆる長時間露光でブラスっていうやつですね。うんうんうん、はい。で、左は、どういう仕組みでやってるかというと、オフストロボで、モデルさんの左から、ライティングを1灯と、あと定常光 LED を1個立てて、ちょっとモデルさんに薄暗く当たるようにしてる状態を作るんですね。で、そこでシャッターを切って、で、シャッタースピードは、大体1秒ぐらいです。F8 ぐらいの1秒から2秒。で、シャッターを切った瞬間に上にカメラを振ってるんです。こうシュッて振ってるんです。縦に振ってます。なので、この赤いなんか、うん、炎がぶわって上に上がってるじゃないですか。こうやってモデルさんの衣装が上にシュッていってるだけなんです、実は。うんうんうん、で、そういう効果を
これも長時間録音で作り出している感じです。これだから仕組みが分かれば、こういう写真結構好きな人もいると思うんですけど、仕組みが分かればもうすぐに撮れちゃうっていう、すごい簡単な。あれですよね、なんか衣装の色がすごく正解だと。で、なんかそこも、ね、さっき私もちょっと長時間録音の話したけど、音だったり髪の色だったりとか、はい、のこれはなんかそのオレンジ、赤、朱色っぽい衣装、ね、大成功。はい、ちょっと炎っぽくしたいっていう。ね、うん、多分また違うね、お洋服だと違う感じになったら、ね、これはすごくそこも込みで、あと黒背景っていうのはいいですよね。そうですね。多分ここまで浮かないと思うんで。はい、これ、ね、はい、これあらかじめこうやりたいって思ったのか、偶然の1枚なのか、奇跡、あの今コメントいただいている方で奇跡の1枚はどういう時に撮れるのでしょうか、たまたま必然か、ライティング、まあ、そういうなんか偶然なのか、まあ、予期もしなかったのか。多分 80% ぐらいは準備でできます。残りの 20% がその場のあれです。これはだから僕最初のイメージは横だったんですね。横に振る、あ、こういうやつ、そうそうそう、横にシャッっていうのをやってたんですけど、なんか横ばっかりやっててもなと思って、あ、もう時間が結構あるんで、もう縦とかいろいろこう回転とかやったうちの一つで、縦に下から上げたらなんか炎っぽくなったんで、あれこれは意外といいんじゃないと思って、何回か狙って、なんかそれっぽく絵になったのがこれですね、うんうん、なんかちょっと情熱っぽいやつで、右側が、これは実はですね、これもさっき大村さん紹介されてた日清の、まあ、ND フィルター使ってて、これは2秒開けてます。で、どうしてるかっていうと、ライトを2つ用意して、同じ方向から、1つはカラーセロファン、青のカラーセロファン、1つは普通のライトを、まず普通のノーマルのライトを焚きます。で、2秒間、シャッターが開いてるので、その間少しカメラをずらしてもう一個の青いライトを手動で焚きます、ボタンを押す、そうすると一個がこの普通の色で写っている、これ二つ重なってるんですよ ね、 ね、はいはい、で手動なんですね、と二頭目が青いやつがこうちょっと重なっていて、なんかあの 3D メガネで見ると飛び出すぞみたいな写真になっている。確かにあれ面白いですね、手動パッコ。なのでこれあの僕はちょっとカメラちょっとしかずらしてないんであれですけど、本当にこのモデルさんを隣に配置するぐらいカメラをずらせば2人に分身したりするんですね、うんうん、だこれは撮り方でいろんなアプローチができて、うん、そのフィルターの色を変えたりしても面白いし、うん、これは結構いろんな可能性があるじゃない、うん、長時間録音って結構いろんな可能性があって、ね、楽しみですよね、うん、楽しみです。本当にね、さっきも言ってたけど、モデルさんが動くのか自分のカメラを動かすかでも結構違うし、そうそうそう、私のさっきのグローブは手を動かしてもらった、うん、そうですね、僕はこれカメラを動かしてる、ね、なんかその違いだけでも結構差が出て面白いですね、はあ、うん、っていう、これは ND フィルターがあるとできますよ、うん、そう、 ND はね楽しいですね、うん、ND とストロボあるとめっちゃめちゃくちゃ楽しいです、なんかいろいろできちゃう。じゃあ次を紹介します。はい。これはですね、うん、それぞれ違いますと。左側は、すんごいもやってしてるじゃないですか。うんうん、これは、いわゆるジャンクレンズなんです。ああ。むちゃくちゃカビ生えてるレンズ。カビ。100円ぐらいで売ってる。むちゃくちゃカビ生えてる。カビなんだ。でも、いいですね、これは。すごいカビです。うん。が取ったやつですね。なんで、もうほとんどの、ピント合わせるのも至難の技ぐらいで何も見えない、うん、カビ、うん、こういうのも、使いようだと思ってて、うん、結構ジャンクレンズはカビ、傷、曇りとかってむちゃくちゃ安かったりするじゃないですか、それこそ投げ売り安いで、本来のレンズの性能なんてもうどうでもよくなっちゃうんですよねなんでいかにカビてるか、いかに曇ってるかみたいなので使ってみると意外と面白かったりするっていう、あと 何のレンズでも可能性があるぞっていうのが左、ね、で 右側はフィルムの多重録音なんですね。で、多重録音っていわゆる黒いところに、絵が乗るような、これ多重って2枚同じ写真に対して2枚露出録音するっていうことなんですね。だから多重、まあ、これは2回以上で、この男の子の写真を撮った上で、横に見ると分かるんですけど、あの本屋の
このアンパンマンの本とか、うん、そういうやつを重ねて、でここだけこう抜き出すっていうような、あの、うん、光が飛んでるときには絵が入らないので、うん、まあ、そういう仕組みを知っているとこういう多重録音もできるよ、多重録音の遊び方ですね。はい、で次行ってもらっていいですか。もう一個ぐらいあります。あ、これはですね、そして、うん、これはちょっと紹介しておきたいなという、まあ、いろんな意味で紹介しておきたいんですけど、ですね、この日清の新しく今度出るアルーアソフトフィルター日清さん、うん、これようやく出たのかな、これちょっと新製品そう、お買いして、実はね、僕が作例取ってるんです、このフィルター、ありがとうございます。ぜひこれ参考にしていただきたいんですけど、すごい、なんか予算やわらかいですね、これね、うん、して元のレンズはこれなんです、シグマの50アート、あ、わかります、皆さん使ってる方は、ね、今日も使ったよ、バッキバキのシグマ、よく映ります、映りますね、よく映る、うん、これにこのフィルターをつけるとこんな柔らかくなっちゃうぞ、ね、でこの左の絵なんて、特徴を話をすると、うん、線は改造してるんですよね。わかります、うん、あのアート、シグマのアートでかなりよく映るレンズで、髪の毛一本一本はかなりあの改造してるんですけど、それをこのフィルター、ソフトフィルターが邪魔しない。ソフトフィルターって全体にかかりやすいんですけど。なんかすごい、でも不思議ですね、これ。ですよね。これがハイライトを中心にかかる。うん、確かにハイライトが滲んでるけど、そうですね。あの光が薄いところは、ほとんど効果が出ない。芯が残りやすいっていうフィルターなんですよね。これ結構面白くて、僕は夏からちょっと枯れてずっと使ってるんですけど、この秋とか夏でも面白かったし、秋の日差しが柔らかい逆光とかに使うと、かなりその幻想的な写真になり、うん、すごいちょっと、うん、なんですね、変わった感じ。全部ね、もやってるわけじゃないんですね。そうなんですよ。なんか結構面白くて、どうしてこういう効果、よく見ると、本当、おおってなる。うん、そうなんです。なんで、これ、西さんのサイトで、いくつか作例僕載せてますので、うんうん、後で見ます。ぜひご覧ください。はい。これね、非常におすすめです。アルーアソフトフィルター。67ミリ系ぐらいからあるので、例えば、オールドレンズって67ミリとかって大きいんですけど、そういう時はステップダウンリングとかを Amazon とかで500円とかで買っちゃうと、もう何でも使えるので、うんうんうん、これ1個とステップダウンリングとかの組み合わせると何でも使えます、うん、はい、これ非常におすすめですね。だからこういうフィルターワークを使うのもマンネリ打破にだいぶ役に立つ、うんうん、いいですね、はい、フィルター今ちょっと流行りですね。なんかでも本当に面白い。しかもフィルターのいいところって、なんかその工夫できるところ。私なんか結構自分の絵を決められちゃうものは好きじゃないんですよ。なんかだけど、なんかそのね、こういうフィルターって工夫次第でいろいろ変えたり、自分なんからしいというか好きな意味できるから、それがいいなって思ってて。で、ね、時間旅行とかもさっきみたい、やっぱり2人いてもやっぱアプローチも違うし、違うものになるじゃないですか。同じジャンルだけどね。そうですよね。そういうのもなんか、いいですよね、うん、って思ってますフィルターのいいところ、あとちょっとつけるだけでできるそう付け外しでオンオフが切り替えられるの、そう、別にそれずっとってわけじゃないし、そう、うん、あともう一つ、これね、に重ね付けでもいいんですよ。だこれってどうなんだ、2枚付けどうなるの。これ今紹介したのはこれソフトフィルターで、これブラックミストも実は2種から出てて、はいはい、ブラックミストの4分の1、ちょっと緩いブラックミストなんですよね。これを重ねるとかだとどうなる。いや、効果がさらに不思議な効果になったりするんですよ。だからソフトフィルターもそうだし、僕はソフトとクロス使ったりするんですよね、うん、組み合わせもめちゃくちゃおすすめなので、そういうなんかシングルで考えないっていうアプローチもいいと思います。だから重ね付け効果じゃん、面白い、うん、私もクローズアップとグラデーション ND を、あ、そうですね、そうそうそう、でもあれは本当は多分重ねるべきではないかもしれないなんか飛び道具的な重ね方も減りすぎだって
あれですけど、いや、そういう柔軟な発想が大事ですよ。なんか、その、あ、なんか意外とおもろいぞっていう。そうそうそう。そう、あの、間違いはないじゃないですか、写真って。ない、ない。おかしいぞって、あ、そんなないと思うので、うん、何でもやってみるのが大事かなと思います。うん、そうですね。はい。本当、そうですね。はい。ありがとうございます。いや、たくさんいろんな話聞けましたね。はい。こちらで、はい、トークの方がもう、最後になってしまって、はい。はい、早いな。本当だ。これ、時間通りに行ってんのかな。あ、もう時間通りでございます。気をつけてやってんのかな。好き放題話して。でも、もう。今、時間見てる。いや、でも全然。やばい、結局だって終わりみたいな。非常に面白かったです。ありがとうございます。はい。ではい。じゃあ、最後になるんですけれども。あ、はい。ね、はい、ドクター皆さん、鈴木さん。いや、大村さん聞きたいぐらい。全然。今日、だいぶ解決したの。編集いいぐらいです。マジで。YouTube の方ではですね、今50名ぐらいの方が今見ていただいて。ありがとうございます。はい、で、今、YouTube ではですね、コメントが書き込めるんですけれども、こちらコメント、ぜひ、今見ていただいている方、書き込んでいただければ、いくつかピックアップいたしますので、残り時間もちょっとわずかなんですけれども、はい、皆さん、ぜひ、書き込んでください。大村さん、鈴木さんに聞いてみたいことだったりとか、はい。大村さんの最近、好きなフィルムカメラって何ですか？好きな、最近好きなフィルムカメラ。これいいな。最近何使ってます？なんだろう、でも最近はあんまり難しくないカメラが、うん、全自動みたい、だからオートボイみたいのが好きですよ。この前のオールドレンズフェイスのトークショーでかなり、うん、そうですね、あの時持って行ったやつも好きです。なんかああいう簡単に撮れるやつに今更ながらなんかプログラムをカメラに任せるっていうのを大いにありだなと僕はなんか結構、そう、なんかようやくそこに戻ってきた。うん、なんか最初からすると多分きっとその良さに気づかなかったと思うんですけど、もともとさマニュアルの方が好きだから、僕もそうあれですけど、なんか今になってこれすごいなみたいな、うん、遅いありますよ、ね、今気づくみたいな。いやいや、僕最近買ったカメラは勝手に画角を変えちゃう。AI が入っていて、知能のカメラなんですけど、あ、ま、AI が入っていて、そう、勝手に画角をそいつが思った画角にしちゃうっていう、いや、もうときめきを理解するカメラなんですけど、いや、すごいんですよ。これ、なんかちょっと、いいですね。今日は時々そういうのありますね、なんかね。斜め上のカメラ。コメントいただきましたね。ああ、そうですか。ありがとうございます。年間に何本ぐらいフィルムを使えますか？あ大村さんどうですか？私今はもう全然ですよ。そんなに。うん。いやでも数えたことないですね。いや、昨日たまたま数えたんですよね。何本ぐらいなの？ツイッターの友達の子が、うん、このぐらいは私年間今この時点でこのぐらい撮ってたみたいなこと言ってて、もう数えてみようと思ったら昨日、そして実は今年始まって300日で、あ、気にいいなと思って数えたら285本ぐらい撮った。すごい。1日1本で今現像待ちが5本ぐらいあるんで、1日1本ペースぐらいでなんか撮ってるんですよね。そんな撮ってるつもりはないんですけど、めちゃくちゃ撮ってました。あ、それは多いと思いますね。そうですね。最近はそうだな、あんまり。でも、数えたことがないかもしれない。うん。なんかすごいですね、そんなに撮るの。ああ、うん。なるほど。まあ、そのフィルムのワークショップをやってるっていうのもあるんですけど、うん、いやいや、でも多いですよ、ね。日常の、例えば家族写真とかは全部フィルムなんですよ、僕は。デジタル撮らなくて。ああ、だからかなり本数は撮ってますね。うん、ありがとうございます。はい、次の方、お二方の好きな被写体、かっこ人、まあ、被写体のタイプ。タイプ？タイプ？とか言って。タイプ？役者。役者？モデルさんと役者さんだったら、役者さんの方が結構相性がいいですね。あ、でも私が研究じゃないですよ、これなんか誤解を生む発言だけど。それはどうしてですか？なんか
そのあんまりその作品撮りに関しての話なんですけど、作品撮りは結構そのあまりこう別に決めたりしなくていいんですよ、私の中で、その前の人が別に、まあ、普通であれっていうのはでも意外と難しいんですけど、なんかそのなんていうのかな、役者さんって結構どうなんで、こう考え方が、なんかそれが相性がいいのかなっていうのはあるんですよね。なんか撮らせていただいたときに、なんかこう、あ、なる、あ、これだなっていう感じになるのは、なんか役者さんの方が多くて、結構さ、そういう方の方がなんかお付き合いがあるかもしれません。まあ、好きっていうか、うん、なんか、うん、結果そうだった感じですけど。僕は、なんか、ポージングをしない人が好きなんですよね。あ、なるほど。こう素を撮らせてくれる人、うん、それって難しくて、いきなり初対面で素を見せろみたいなのって無理じゃないですか。なんでそこはちょっと難しいんですけど、本当にナチュラルというか、その人を撮りたいんですよね。だから別にモデルを撮りたいとかっていうわけじゃなくて、人、その人を撮りたいので、だから、別にポージングをして自分じゃないのをこう表現しなくてもいいよ、全然いい、その人そのものを撮らせてもらえれば、あとはこっちがこう適当にっていうか料理するんでっていう感じなんですよ。はい、なのでなんかあんまりこうポージングガチガチするモデルさんはちょっと僕は苦手かな、まあ、そこは完全に好みによると思う。なるほど、はい、よし、そうかそうか。ね、まあでもいろいろね、好みありますよね。ね本当に。それはでも違っていいと思う。ありがとうございます。はい、最後にお一人だけ、ご質問回答いただいて終わりにしましょうかね。はい。ちょっと面白い質問があったので。はい、写真以外の趣味は何ですか？写真以外の趣味、めちゃくちゃありますよ、それは。ちょうど今月、ちょっと某雑誌に写真以外の趣味のことを書かせてもらったんですけど、私でいいのか、私はなんと、なんだろう、読書ですかね。読書基本の陰気なんで、キャラクターがあんまりアクティブな趣味ないんですけど写真ぐらいですね、逆に。写真なかったら見たら出ないです、多分。マジで引きこもり属性がすごいんで。ですけど、本が好きです。大抵でも本読んでるですね、その写真以外の時間。なんかもし空いた時間があるとすれば。あんまり外に行かないかもしれない。読書。ここに来て陰キャアピール。陰キャですよ。陰キャだよ。何言ってんの？いやいや、もう12月のフィルムサンバちょっと連れ出します。はい、本当ね、ちょっと今ビビってますから、それ。いや、もうアクティブな方はいっぱいいる。そんなところに行っていいのかって。僕いっぱいある趣味あって、例えばもうこれ自宅なんで、これレコードとかね。あ、何、おしゃれ。 DJ を10年ぐらいやってたので、いまだにレコードを買ったりする、だからあとはこのなんか昔のアニソンのレコード、ドラグなどご存知ですか？なんかレコードドラグなの、すごい、めちゃくちゃあるの。これ逆襲のシャアの手、テーマソングとかね。これレコードなんですよ。とか、エルガイムの曲とか。これあとヒップホップとかですね。あ、J-POP とか。これ、ここに映ってるのが、DJ ブースがあったりとか。すごい。そういうこともやってますね。僕は結構実は多趣味で、あと銭湯が好きです。あ、いいですね。あ、なるほど。関東のスーパー銭湯はほぼほぼ行き尽くしてるぐらい好きです。おすすめの銭湯ってあります？おすすめの銭湯は、ちょっと、茨城県の日立市に、海がめちゃくちゃそばで見えるスーパー銭湯があるんですよ。もうカメラとも全然違う話してますけど、そこがね、めちゃくちゃいいんですよ。由良の里の日立店、これ、ぜひ検索してください。僕のめちゃくちゃおすすめ。日中ぜひ行ってください。海が見えて最高です。最高。はい、ありがとうございました。はい、来てまいりました。楽しかったです、本当に。
今年も楽しかった。いや、大丈夫かなみたいな。大村さんと話をするとこういう感じに。いや、本当、なんか勉強。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、最後にちょっと一つだけ、まあ、お知らせといっては何なんですけれども、はい、弊社の株式会社 CMS では、ファットオート写真教室の、うん、まあ、ツイッターアカウントがあるんですけれどもね、そちらの方で今、キャンペーンをさせていただいておりまして、うん、ファットオート写真教室と検索していただいたら出てくるんですけれども、今回、ですね、なんと大村さんと鈴木さんの、その、作例でできていたフィルターがあるんですよね。うん、可変 ND フィルターと、スローシャッターでしたか。ちょっと別これは出てこなかったものなんですけど、V クロスフィルターっていうものがありまして、V クロス、はい。めちゃくちゃいいです、ね。カウントとリツイートで当たる。僕やろう。当たるんですか、すごい。3名さん。それめちゃ、それは応募した方がいい。すごいです。いいな。この3つの中から選べるという。選べるんですね。はい。なので、ぜひぜひ、これ見ていただいた方はすぐに。ね、ぜひぜひ、キャンペーン。楽しいから、ぜひ。マンネリ解消にね、役立ちますよね。期限が11月29日までキャンペーン。結構長い。はい。へ、ます、はい。はい。では、今、皆さん、今50、はい、50人ぐらいの方に見ていただきました。ありがとうございます。またご一緒お話しできればなと思います。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。何でも、ツイッターとかで何でも聞いていただければ何でも答えます。ありがとうございます。バタバタして。はい、では、今回で、はい、終了させていただければなと思います。大村さん、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。お疲れ様です。